回の脱脂肪乳 TV は教えて先生、広島市の産婦人科の医師で一般社団法人ジスアート日本生殖補助医療標準化機関の理事長に不妊治療の質についてお話を伺います。私らしく未来へ向かう女性を応援する脱脂肪乳 TV。こんにちは。今回の脱脂肪乳 TV は広島市の絹谷産婦人科医院院長の絹谷正幸先生にお話を伺います。絹谷先生は一般社団法人ジスアート日本生殖補助医療標準化機関の理事長をされていらっしゃいます。絹谷先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。あなたと一緒に教えて先生は情報誌脱脂肪乳に掲載している情報を専門家へのインタビューとともにお届けします。そして今回お世話になる先生は広島市の産婦人科の医師で一般社団法人ジスアート日本生殖補助医療標準化機関理事長の絹谷正幸先生に不妊治療の質についてお話を伺います。今回は不妊治療の質のお話ということですので、まずはこちらの資料をご覧ください。不妊治療にはタイミング指導や人工授精を行う一般不妊治療と体外受精・顕微授精を行う生殖補助医療の大きく2つあり、一般不妊治療はそれほど高度な技術を必要とはしませんが、生殖補助医療は高度な技術が必要で、その質がとても重要です。2022年4月に不妊治療の中核を占める生殖補助医療が保険適用となり、多くの方が生殖補助医療を受けやすい環境となりました。2021年全出生児数81万1622人中 8.5%、 11.6 人に1人が生殖補助医療で生まれていることになります。日本では2021年までに生殖補助医療で総計84万1106人の赤ちゃんが生まれています。先生、生殖補助医療で多くの赤ちゃんが誕生しているということですね。はい、その通りです。生殖補助医療では体外に卵子を取り出し、体外で培養し、精子と出会わせて受精し、培養や凍結をしてお母さんの体に戻し、その結果妊娠が成立し、赤ちゃんとしてこの世に誕生します。生殖補助医療を進めていく全てのプロセスには高度な熟練した培養の技術が要求をされます。私たちが取り扱っている卵子や胚の人生はすでにこの生殖医療を開始した時点で始まっていることになります。そのため大切な卵子や胚を取り扱う生殖補助医療には高い技術の質が求められています。先生、私たちの子どもとなる卵子や肺の人生の始まり、そこが生殖医療の専門病院ということになるんですね。はい、では生殖医療の高い技術の質っていうのは何でしょうか。大切な卵子や肺を扱う生殖補助医療は患者さんサポートや培養室の管理がとても必要になってきます。患者さんのサポートは医師や看護師の仕事です。患者さんの背景を確実な診断で見つけ出し、患者さんの状況に合った治療を作成していきます。年齢に合わせた治療、患者さんの合併症やホルモン環境の是正は治療の成績に大きく影響します。排卵誘発法や受精の方法を決めますが、決定したスケジュールを患者さんが安心して受けられるようにきちんと説明していくことも必要です。このようなプロセスも医師や看護師の技術になるもので治療の質になります。
先生、病院で医師や看護師に見てもらうこともその生殖医療の質ということですか？はい、その通りです。生殖補助医療でしかしもう一つ重要な技術があります。卵子や胚の培養技術です。体から取り出した卵子の質を落とすことなく受精培養して速やかにお母さんの体に戻すまでの過程が培養技術となります。培養室に使用する大型の機械や器具や培養液など培養に関連した環境を一定に保った状態で維持すること、これも技術の質の一部となります。さらに胚培養を行う技術者の熟練した技術がとても重要で、間違いなく一定の技術を提供できる環境づくりも質となります。先生、生殖医療の高い技術はどの病院でも均一に守られているんでしょうか？はい、日本産科婦人科学会は生殖補助医療を行う施設の認定を行っています。その認定を受けた施設は基本的には質を守るためのルールを遵守していると考えられます。しかしながら技術の質を維持していくためには大変な努力が必要です。では実際先生方はどのような努力をされているのでしょう。こちらの資料をご覧ください。医師だけではなく看護師、心理カウンセラー、胚培養士、検査技師、医療事務など患者や卵子、胚に携わる職員はすべて技術の質を維持する活動を行います。施設で共通の手順書を検討して作成すること、各部署の手順書の作成、そしてその手順書が確実に運用され全スタッフに定着しているかどうかです。手順がうまくいっていないスタッフや部署があるとそれだけで技術の質は低下します。新人も熟練スタッフも高いレベルの技術を共有しなければなりません。診療以外の大変な作業があるようですが、これはどのようなメリットがあるのでしょうか？はい、例えば患者さんを確実に識別するルールがあり徹底されているか、これは胚の取り違いの防止をするためのルールとなります。設備、機械の点検方法、頻度、責任が明確になっていて実施記録もあるか、これらは機材不備による成績低下の防止になります。職員教育の手順、評価方法、記録が明確になっているか、手順書、評価判定書、記録文書などの管理ルールが決まっていて徹底されているか、どの技術者でも同じ高いレベルの治療の提供ができるインシデント、アクシデント発生時の対応、報告の手順が明確で全員に理解されているか、これらは絶対に事故を起こさないためのルール作りです。先生、技術の質を守るために大変な努力をされていらっしゃるんですね。はい、生殖補助医療は不妊症を治す治療というだけではなくて将来を担う子どもたちを卵子や胚の時期から見守っていく治療です。日本の将来を担う子どもたちのために大切な治療です。生殖補助医療の質を維持し管理していくことは大切な私たちの役目だと考えています。今回は生殖補助医療の質のお話を伺って、とてもよく理解できました。杵谷先生は一般社団法人ジスアート日本生殖補助医療標準化機関の理事長をされていらっしゃるということで、次回は生殖補助医療の質のお話と合わせて、ジスアートのお話も伺いたいと思います。先生、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介した先生の情報はこちらです。
情報誌脱脂肪乳最新号発刊しています。ぜひご覧ください。次回も未来に向かう女性に役立つホットな情報をお届けします。脱脂肪乳 TV をお楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。